狭い、広いと一口に言いますが、それはどういうことなのでしょうか。中学時代にあった英語の授業の一コマから同意する。皆さんは他の人と比較されることは好きですか。いいえ、嫌いです。では皆さんが嫌いなことは他の人にもできませんね。はい、もちろんです。ではこれから学習する形容詞はもう使いません。残念です。ポカーン。例えばグッド、いいは何と比べていいのかを表します。同様にグレイト、すごいだって何と比較してすごいのか。形容詞は必ず比較対象があり、それに対して相対的な表現をする品詞です。ちなみにファースト、早くだって何と比較して早くなのかです。つまり副詞も形容詞同様に必ず何かと比較している言葉です。形容詞や副詞を頻繁に使う人は比較の亡者です。もちろん日本語でも基本的な使い方は同じなので、皆さんは今日から一言も形容詞と副詞は使わないでください。この授業後、形容詞、副詞を使わないで会話しようとしましたが、到底できることではなく、それ以来物に対してはもちろん、人にだって比較する言葉を日常的に使っています。というわけで今回 CHR と比較する車は70スープラです。なぜスープラかというと、持ち合わせの車が他にないからです。スープラの後方です。バックドアを開けた状態と閉じた状態です。バックドアの傾斜がなだらかなのがわかります。次にスープラの車内から見た後方視界です。カメラを目の高さに合わせて撮影しています。リアウィンドウの面積が大きい分、太陽の入りも多いです。次に CHR の外観ウィンドウを見ていきます。改めて見るとやはりウィンドウの上下幅が狭く感じます。そしてリアウィンドウの寝ている角度もスープラ同様になだらかに見えます。次に車内からの視界です。スープラと比較して車内が暗く感じます。リアウィンドウ長がスープラより短い分、太陽の光が入りづらそうです。 CHR の場合、後席にも人を乗せる設計があるのか、後席シートの高さがあります。スープラのリアウィンドウが大きく、車内が明るく、そして視界も開けているようです。私の場合、後方確認は目視はせず、ルームミラーおよびサイドミラーだけです。ですのでルームミラーからの見え方が優先です。こちらは CHR のルームミラーからの後方視界です。スープラにはワイドミラー、 CHR には純正ミラーのままです。やはり CHR の方が視界が狭そうです。しかし実際に運転していると、 CHR の方が圧倒的に楽で安全です。なぜなら設計時代の違いによる安全装備の違いです。スープラで車線変更する場合、後方確認はミラーだけの私はシートに座りながら自分の体を動かし、ミラーで後方が見えるようにしています。しかし CHR の場合、サイドミラーに後方から車両があればミラーの先端が光るので安心です。雨の日や暗い場所でのバック、これはスープラにとって不要です。バックカメラがない分、半分以上は勘でバックしています。しかし CHR の場合、バックモニターを見ているだけで1メートル未満の距離でも安心にバックできます。 CHR のこの機能に慣れると、相対的にスープラの運転が怖くなります。 CHR は本当に楽だ。あ、楽だは英語にはない形容動詞だ。